うつ病治療中に病状が悪くなったんですけど、精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。うつ病で治療中に病状が悪くなるとすごく心配します。またこのままどん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 悪くなって病状が元のね最初の状態に戻ってしまうんじゃないかとか、このまま悪くなったまま永久に治んないんじゃないかとかですね、悪いことをどん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 ですね考えてしまうんですね。しかしですね、うつ病治療中に病状が悪くなっても全く心配する必要はないですね。なぜかというと、うつ病がどういうふうに治っていくかというと、良くなってまた悪くなって、良くなって悪くなってということを繰り返しながらですね、治っていくのがほとんどの場合ですね。多くの患者さんは階段のように階段を一段登って良くなる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 っていうふうに階段状に治っていくようにイメージしてるんですけど、それは間違いです。そういうふうに治る患者さんっていないですね。必ず良くなったらまた少し悪くなるっていう、こう繰り返し、あるいは振り子とも言われてるんですけど、振り子がいい悪いいい悪いのように振りながら、振れ幅がどんどん小さくなって最終的にこう動かなくなっていくっていうイメージで、うつ病っていうのは治っていくんですね。だからうつ病治療中に悪くなったってことは、またそれが元に戻るところでいい方に跳ねるということなので、喜んでいいんです。正しく治っている時は治療中に必ず悪くなります。逆に言うと、トントン拍子に治っている時はドーンと大きくまた振れる場合があるので、逆に注意が必要となってきます。そのようにうつっていうのは悪くなったり良くなったりを繰り返しながら治りますよってことをあらかじめ知っておいていただけると、多少悪くなっても元に戻るんだっていうね保証があるので、すごく安心できると思うんですね。それを知らないと、ちょっと悪くなった段階、ちょっと振り子が触れた段階で、ああどうしようどうしようってなったら、それがまたストレスになって悪くなっちゃう可能性もありますので、うつ病の治療中に多少病状がね悪くなったり由来でもですね、全く心配はないのですね。むしろ治っている兆候として捉えてもいいぐらいです。ですから、多少調子が悪くなった場合、一喜一憂しないってことが重要ですね。患者さんにとっては今調子が悪い、何とかしたいっていうのがすごい重要ですけど、お医者さんっていうのはすごい長いスパンで見てますから、いや大丈夫ですよっていうふうに言うと思うんだけど、患者さんは大丈夫ですよって言われてもすごい不安だと思うんだけど、その大丈夫な根拠は今言ったような、いいくなって悪くなってっていうのを繰り返すというね、そういう部分を含めてお医者さんは大丈夫ですよと言ってくれますので、治療中に多少病気が悪くなったり、昨日すごい調子が良かったのに今日は調子が悪かったとしてもですね、全く心配はありませんので、そういう細かい症状の浮き沈みに一喜一憂しないでですね、1ヶ月前、1週間前と比べて良くなっているか、1ヶ月前と比べて良くなっているかを見ていただけるとですね、ああ治ってきてるなというのがね、自分でも分かるんじゃないかなと思います。精神医学心理学を分かりやすくお伝えする精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。次回見逃さないためにも赤いボタン、チャンネル登録のクリックをお願いします。